佐藤光明は日本のフィギュアスケート選手。岩手県盛岡市出身。血液型は大型。岩手大学大学院修了。2015年ガルデナスプリング杯月3位。盛岡市立女性中学校。盛岡中央高等学校卒業。岩手大学教育学部卒業。岩手大学大学院修了。5歳の時にスケートを始める。 2008から09シーズン、全日本ジュニア選手権に初めて出場し27位となった。その後、同選手権での成績は2010から11シーズンに27位、2011から12シーズンに10位、2012から13シーズンに13位、2013から14シーズンに11位となる。2014から15シーズンにより、ジュニアグランプリシリーズに参戦し、 初戦である JGP クールシュベルで8位となる。初出場となった全日本選手権では10位となり、日本スケート連盟より新人賞を受賞した。しかし初出場となった2015年、世界ジュニア選手権ではジャンプのミス等もあり、総合15位に終わった。シーズンの締めくくりとなる2015年アルデナスプリング、杯ではシニアの国際大会に初めて出場し、 三位に入った。2015から16シーズン、2015年、アジアフィギュア杯に出場し三位に入るも、全日本選手権では、ジャンプのミス等が響き18位に終わった。2019から20シーズン、大学院終了とともに競技引退。2020年より、木下スケートアカデミーでコーチを務める。ありがとうございます。